島根県豪土軍の一新門軍は、島根県にあった軍。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、出雲市の一部、大田市の一部にあたる。律令制の施行により制定されたと考えられる。出雲国風土器によれば、イカ騒然というものがこの地に新門を立てつったことにより、三角神の生を賜り、その新門神が定住したのでその地を、 新門と呼ぶようになったとされる。軍家は越里にあった。京理天平5年2月30日に成立したとされる、出雲国風土器には8の里と22の里があったと、され、以下の里の記載がある。また、天平11年の出雲国大税新号歴名帳によって、里の名前もいくつか判明している。式内社演技式新名帳に記される軍内の式内社 31、久保田村32、山口村33、おつりつ村34、多木村35、電気村36、久村37、江南村38、西浜村39、人材村40。 チーミや村41、ヌノサトシ村42、コシ村43、高松村44、ソノ村45、アラガエア村46、荒木村47、キツキ村48、キツキ町49、ヒノミサキ村50、ヨウカン村51、ウサギ村52、高浜村53.4。 まとイ村54、川跡村55、今市町56、円屋村57、浅山村58、日枝原村59、九、み津村60、大津村。ありがとうございます。